何ですか。何じゃないよ。何時今。10時3分。ねえ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 、9時半ぐらいに帰ってくるって言ったじゃん。いやいや、しょうがないでしょ。言ったし。勘弁してよ、あんた高校1年生で10時って。言ったし。入れないから、今日。なんで？当たり前じゃん。なんでよ。外行っていいよ。なんで？だって9時半に帰ってくるって言ったもん。9時半に帰ってくるって言ったけど、9時半が門限なわけじゃないし、ちょっとウクリリって電話してよね。それでもダメなんですか？ダメ、反抗的だから。でもさ、なんで？あのさ、冬休みだからってさ、ちょっとさ、調子乗りすぎじゃない？ダメですか？ダメです。え、何の動画？良い子は真似しないように。何の動画まして。今日は、冬休みの反抗的な娘のナイトルーティンでございます。ナイトルーティンかい。早く入れてよ、家に。いや、入れるじゃん。そこはちゃんと従うんだね。ビール。今日ナイトルーティンです。はーい。バラすか。疲れとった。今日も仕事4本できましたよ。そんなハードな日はなかなかありません。何して遊んでたの？今日は、うん、カフェ。やば。今日はご飯。ご飯何？パスタ。やっぱまた食ってる。いいんだよ、冬休みだからよ。予定してたのにこんな遅くなってやだ。もうやだ、こちらこそだよ。ナイトルーティンしてよ。じゃあナイトルーティンしてよって言われてもナイトルーティンするもんじゃないからね。何してるこの後？うん、帰ってきたら、やば、顔火洗うでしょ。あ、冷た。なんでこっち側にするの、設定を。はい、それやるね。帰ってきてそれやります。これ1分ぐらいやりますね、おさきちゃん。普通にこうやってずっとこれやってるよね。それで寝ちゃう時もあるよね。帰ってきたらもうまずお風呂入るね。遅くに帰ってきたらお風呂入ります。じゃあお風呂入りたいと思います、今から。その前に洗顔でしょ。なんで洗顔するの？お風呂入る前に洗顔するの。ママおかしいよ。普通お風呂で洗顔するんだよ。最初にちょっと落としてから行かないの？うん、行かないから。ちょっとお風呂で落ちるじゃん。うん、ママのナイトルーティンとさっきの同じじゃないから。あ、分かった。じゃあはい、じゃあお風呂までついてくる。こちらです。はい、うちのお風呂初公開です。うちのお風呂はこんな感じで結構狭めです。うわ、ひどっ。いっぱいのシャンプーがね。これほとんどお先ちゃんのですね。はい、そうですよ。今日、うちに入れる日です。あ、やだし。当たり前じゃん、もうママ入っちゃったもん。なんでよ。それ約束だもんね。ねえ、でも一人で入ったら私入らない。ほら、そういう脅迫。お願い、入れてください。今日はお願い、入れて。ほら、はい、ほら、こんなに深っ。やば、もう前屈だもん、これは。さすがにこれ入れる。こんなお辞儀された。お願いします。じゃあ、うん、はい、ちょっと入れないで。うわ、なんか言ってる。今からスキンケアをしたいと思います。目元のメイク取れていないので、化粧をしてからスキンケアしたいと思います。よいしょ。よし、取れたかな。じゃあ今からスキンケアしたいと思います。最近ね、スキンケアもうめっちゃサボってます。ちなみに最近まずじゃじゃん、これメディヒールのエッセンスパッドっていうのがあるんですけど、大阪行った時にね見つけたの、これを。拭き取り化粧水になって、うわ、めっちゃヒリヒリする。なんかあるじゃん、美容でさ、ピーリングって。それがこれでできるらしいので、ちょっと買っちゃいました。最近ね、肌荒れがすごいんですよ。スキンケア怠ってるせいかわかんないですけど、パックとかも全然撮影ある前の日とかにしかしなくなっちゃって、冬休みだから。今まで学校とかあるからさ、ちょっとさ気使ってたんですけど、最近はね本当に怠りすぎてますね。でもやっぱね、本当に肌荒れ直すのに一番効率的なのはマジで皮膚科に行くことだと思うんですよね。私とかはね、めっちゃなんかいろんなの買ってさ試してたけど治んなくて、でも一回来たら一日で治ったからね、マジで。でね、あ、そうそう、最近買ったのがね、これ、じゃじゃん、マジョリカマジョルカのマジックティント。こ
これね、まつげをね染められるの、これすっごくない？あの先っちょってさ薄くなってるじゃん。薄くなってるとさ短く見えるんだけどね、これで寝る前とかにねこれやるとね、このまつげの先がね染まるので、ねめっちゃ濃く見えるしめっちゃ長く見えるんだよね。これ毎日やってる、これめっちゃすごいよ。でこれやるとマジ3日間ぐらいね染まるのね。あの朝とかはこれやった後にマスカラ塗ったりすると長さも出せるのでまとまるのよ、まつげがめっちゃ。だからメイク前とかにもねこれおすすめだよ、めっちゃめっちゃ綺麗になってるでしょ、まつげ。オッケー、こんな感じ。毎日新しくニキビが増えるんだけど、なんだよ。でもね私ねめっちゃここら辺とかね乾燥してたのね、落ち着いたの。やっぱりね皮膚科おすすめだね、肌荒れした時はマジで。伸ばして、うん、いい感じだね。できたよ。で私のスキンケアは完成と思いきや、最後に一本塗ります。ちょっと私最近ね乾燥しすぎてやばいんだよね。よし、 OK、 スキンケア完成。 OK、 こんな感じです。冬休みはねあのスキンケアまでも時短で怠けちゃってます。でも大丈夫さ、本当ここ始まったらやるので大丈夫です。ねえちょっとお腹すいたんだけど。食べてきたんじゃないの？いや食べてきたけど、ちょっと食べてきただけだな。しかも変な時間に食べたからお腹すいた。早く、ね、早く、ごめん。じゃあできたら教えてね。おー、ありがとう。すごい、美味しそう。美味しそうって見てないじゃん。うわ、ひぐい、これは。今日ね、鍋だったから、あの、おじやだけ。うわ、大好き。うわ、チーズ入ってないんだ。チーズはね、やめた。やっぱり。そっか。じゃあ、いただきます。はい。味が濃い、味が濃くて毒味噌やば。悪口だ。うん、こんな感じでいいかな。うん、最高だね。うん、ありがとう。何食べたの今日は？パスタって言ってるよ。パスタだけ？パスタ以外に食べるものある？パスタ屋さん行ってシェアとかしてないのかなと思って。したわ。何？パスタ。パスタとパスタ。子供やね。何が？うん、お酒とか飲まないからね。何言ってんの、当たり前でしょ。うん、ママも飲まないくせにさ、なんか全部知ってますよ、アピールしない。うん、やっぱそうだね。いつもするでしょ、うちらも。する。ちょっとちょうだいってやるよね、うん、ちょっと仲良しだね。切るね。じゃあ、あのみんなのこと集結させといて、この後あれの時間だから。持ってきました。ありがとう。ほら、弱い女子チーム、うん、今からハルト君のね、はい、ショートを撮ります。はい、おさきちゃん待ちだったんですよ、ね、ごめんだけどあんたの撮影が終わるまで待ってたね。
違うよ、おさぎちゃんが遅いからでしょ。そう本当はもっと、はいはい、わかりました。パジャマでと、こんなシャツでさ、はい、じゃあお願いします。今日はだからこのペンと紙を使うショートを撮るらしいです。はい、一応僕、冬休み中今なんですけど、毎日旅行してるんです、してたんですよね、はい、なので、その時のショットです。はい、上がってると思います。はい、あの見てください。はい、はい、じゃあ消し、ナイトルーティーンどこ、ナイトルーティーン撮影しなきゃいけないから、ちょ、いいんだいいんだいいんだ、ナイトルーティーンだから何そんなとこ入っちゃって、ミュートでしょ、ミュートしてないの、ごめん、やだ、ごめん、いつもお世話になっております。これナイトルーティーンですからね、普通に。じゃあそろそろ寝ますか。もうこんな時間です。時間ですが、ちゃうけど。はい。もう12時30分なので、もうそろそろ寝てください。明日もね、YouTube 撮影しなきゃいけないので。そうですね。まあ、ナイトルーティーンはこっからなんですよ。どういうこと、どういうこと。今から30分ぐらい携帯をね、ああね、見る時間があります。いじってる時に、ね、寝落ちして、で、朝起きたら充電なくて、アラーム働かなくて、遅刻っていう流れです、いつものルーティン、うん、でもね、冬休みは遅刻遅刻がないのでね、そう、さっきですよね、まあまだ12時半じゃなくて1時、1時半ぐらい見れたいと思います。あんまりさ、遅いとさ、朝さ、やばいよね、朝最近10時とかに起きてるのよ、ね、それが嫌なのよ。ママはさ、もっと早く起きて早く撮影したいの。明日は早く起こすからね。やめてよ、8時に早っ、うん、そうそう、まあ皆さんはね、連休でも休みの日でもしっかりしましょう、うん、うん、これは反面教師にしてもらって、そうですね、冬休みなのに、ね、冬休みの勉強宿題とか一回もしてないのは秘密でお願いします。あのこれはね、あのちゃんとやります企画で、それも分かってたでしょ、分かってやんないんでしょ、うん、そうどうせやるからいいしと思ってね、やらなきゃいけないから、そう、やばいっすよ、もうちょっとで終わっちゃうから冬休み、うん、なので頑張りたいと思います、はい、でということで、この辺で終わりたいと思います。この動画、いいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。